なんだ、いつの間に来てたんだい。悪いね、地味すぎて気づかなかった。お前とはほら、1年生からの友人だったっけ。まあでも気にする必要はないんじゃない。平凡な自分を卑下することはないさ。誰だって才能あふれる人間のそばじゃ退屈なやつに見えてしまうからね。